今日は伊豆旅行です。熱海までは新幹線、そこから JR 在来線伊豆急行線に乗り換えです。あ、もう出るわ、まあ、まだ発車まで1分あるみたいですけど、今日は珍しく品川駅から、いつもはだいたい東京から乗るんですけどね、今日はちょっとリッチに、まあ、38分間ですけれども、グリーン車で熱海まで行くことにしたんですが、東京駅からグリーン車に乗ると熱海までちょうど距離の関係で、ね、2000何百円とかになるらしいんですよ。東京と品川なんてのはもうちょっとしか離れてないわけですん で品川から熱海までだと、それが1300円のグリーン車の料金で済むと。じゃあまあね、品川から乗っとくかなと思ってそうしたわけです。 JR 東日本の予約サービスを使って予約したんですけど、さらにこんなにガラガラなのに車内のところ、なんか私とね、それから一個後ろのところだけなんか一緒になんか縦並びですけど座ってるんですよ。それはちょっとなんかなと思って、あの車掌さんにお願いして座席の場所は変えてもらいました。お弁当はこれですね、 JR 東海のお弁当、どれもめちゃめちゃ美味しいんですけど、特製幕の内御膳っていうのありますが、最近はねこれが一番うまいと思って食べてますよ。1300円とかそんぐらいですね。これ深川飯、東京の名物じゃないですか。でこれはね、なんか大阪風の煮物らしい。でこれは多分名古屋の揚げ物でしょう。これはもう大阪風なのかな。そういう風に、東海道新幹線沿線を味わえるような弁当だということです。まあ、熱海までしか私行かないんですけど、小田原を出ますともうすぐに熱海です。早いですね、向こうに初島と大島が見えましたね。もう着いちゃうだろうな。自由席のお客さんもグリーン車のお客さんも熱海でいっぱいおりました。この駅は本当に新幹線こだま号の需要の多いところです。東京から伊豆へ行くんだったら新幹線じゃなくても直通の特急列車もあるんで、それで行く人が多いわけですが、東京からの直通電車で来ると今日本当にお客さんが多いので、ちょっと密になるんじゃないかなと思ってですね、熱海までは空いている新幹線で来たのでした。熱海から先はまあそこまででもないですからね、みんなこの駅で降りていきますから。はい、来ました、乗り換えの特急踊り子号です。旧型車両を使うんで私も好んで乗ってるわけですけども、マニアの人も今日はいっぱい乗ってるでしょうね。グリーン車の切符はもうほとんど全部売り切れていましたよ。熱海でごっそり人を降ろすはずです。ここまで12両で来ましたけれど、伊豆半島見どころがたくさんありまして、この列車の行き先がここから2つに分かれます。それで今更ではあるんですけれども、今回の動画の趣旨を皆さんにお話ししますと、久々に観光客がどんどん増えてきているこの東伊豆、東京から割と近いリゾート的な観光地、ここを通っております伊豆急行線が伊東駅から始まるわけですが、東急グループでもあるということで、今回はこの伊豆急線の沿線を電車でブラブラ回りながら各駅降りて、駅から近いところを皆さんに見ていただき、伊豆の旅を身近に感じていただければと思っています。ここまでが JR 東日本伊東線、ここから先が伊豆急行線です。まだまだ道は長いですよ。この伊東駅から伊豆急行線の終点までまずは特急列車踊り子号で一気に行ってしまいます。そして下田の駅から割と近いところにある観光地を、場合によってはバスなどを簡単に使いながら、ブラブラ見て回りながら1泊2日の旅行を完成するという考えです。伊豆半島は断崖絶壁に、まあ、海にそれから険しい山といろいろ険しい地形が連なりまして、そこに鉄道や道路を敷くのは相当大変だったようです。この伊豆急行ができる前はどうやって南伊豆の観光をしていたかというと、まあ、東京から船で伊豆半島の南部へ直接行ってしまうか、もしくは
砂利道をバスで2時間も3時間も乗っていくとかなり困難な道のりだったそうです。今では東京からの直通電車が速やかに結んでくれています。今伊豆高原の駅まで来たんですが、あの向こうに止まっているのが伊豆急線で一番格の高いロイヤルエクスプレスという電車です。ちょっと乗るだけで3万とかかかりますから、すごいですよ。この文字がいいわ。多分もうこういう風な昔風のグリーン車ってなってんな。ここと北海道にちょっと残ってるだけだと思いますね。列車はもうすぐ下田の駅終点に着きますが、しかし終点とは思えないような山越えの連続です。険しい山の中を進んでいます。この山を越えれば下田の港町に着きますけどね。伊豆半島ってのはなんかインドと似てるところがありまして、確かインドも伊豆半島も両方とも随分ですね、その本土のだいぶ南にあった大きな島で、それがどんどん北上して実際の本土陸地と合体すると、確かそういう成り立ちの経過があったんじゃないかな。この険しい山々は北は静岡県の御殿場のあたりから南は伊豆半島の南端までずっとですね、縦に南北に壁を作ってしまっていまして、だからこのあたりに次々と交通の難所を生み出しているようです。終点が近くなりますとお客さんも減りますので、別にこういう風に好き勝手な姿勢しててもまあなんかいいんじゃないかなって気がしてくる。東京横浜あたりのあの混んでいる具合とは違いますよ。こういう気楽なグリーン車が良かったな。伊豆急が終点の下田の駅に着くときに左手の山の説明をします。寝姿山とか言って仏さんが横に寝ている姿に見えるとかなんとか、女の人が寝ている姿に見えるんだったかな、どっちか忘れちゃいました。この説明を聞くと終点の駅に到着します。さあ下田の駅に着いたんですけど、電車の写真を撮っていたら、ね、乗り換えの時間がすごく少なくなりました。ゆっくり駅の様子を撮るのは後にして、ここから乗り換え東海バス。伊豆の旅はバスを使うと楽しいわけですが、そんなにすごく混んでるって感じでもないな。よかったよかった、安心です。これでちょっとね、海の見物などします。伊豆半島は別にこの下田が南端というわけではないですから、もっと南部までバスなど乗り換えて進んでいくのも楽しいところです。バスで伊豆を旅するときはこの過酷な感じ、自然を味わうことができて楽しいですけれど、でも乗り物用に弱い人はちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。もう右へ左へひたすら道がのたうち回り、アップダウンも激しいのです。だんだん景色も良くなってきましたよ。ここから先のところなど岩にトンネルで大穴を開けてますけど、もともとはどうやってここから先へ進んでたんだろうな。坂道のほども半端ではありません。でもやすやすとスピードを出せるような場所では絶対ないですよ。右へ左へのカーブもひたすら連続しています。こんな秘境みたいなというか、秘境に鉄道が東京から1本で来るってその幸せをもう本当いつも来るたんびにひしひしと噛みしめてますよ。それだから伊豆は面白いんです。
下田の駅からここまで行こうと思っていました竜宮窟という名前のバス停が次です。ここには一度来てみたかったんですけど、あの恋人の聖地みたいな、多分そういうのに登録されてるんでしょうね。しかしバスの本数は少ないですよ。これはね、恋人のその絆の深さも試されるような場所じゃないかと思うんですが、さっき行ったバスがまだあそこにいるんですけども、もうちょっと向こう行ったかな。さっきのバスが終点まで行った後、また折り返してここへやってくるわけですが、それに乗って帰ればいいということになっています。だから運転手さんもね、他に乗っていたお客さん全員に、はい、行ってらっしゃいと声をかけておられました。逆に言うと帰りのバスに乗れないと大変ですよ。次のバスは明日の朝7時ですから。向こうに見えております島が伊豆大島、利島、新島、あっちに神津島が見えますね。三宅島は今日は見えないみたいです。ほんとただね、歩いてるだけでも素晴らしい景色ですけれど、ここはまだその絶景ポイントではないみたいな。このね、この岩の裏あたりにですね、 JR のポスターになった、まあ、さっきから紹介している竜宮窟っていうのがあるそうです。一旦ここから下へ降りて、また上がって海のところを見に行くらしい。車で来る人が大半みたいですね。バスで来た人は全体のごくわずか、かなり人気の観光地だわ。これ光の差し込む時間だったらもっと綺麗だったのかもしれないけど、十分綺麗だな。大きな穴が上から開いてるの見えますよ。上から見下ろすことができる場所もあるそうです。見どころは2カ所あるそうでして、こんな遊歩道の整備されたところもあり、100メートルほどここを歩きますと、上からこのように見下ろすことができる場所もあります。ハート型とかそういう風に言われてますけど、まあ確かにそう見える。ハート型にするとカップル需要が見込めるんですかね。多分そうなんでしょうね。いろんなところでハート型にあやかってるもんな。これ今も素晴らしいですけど、真夏の時期に来たら本当にいいんでしょうね。上から光が差し込んで、もう全然違う見え方になると思いますよ。まあ、今日はどっちかっつったら、まあ正直こっちの方が綺麗かな。あの竜宮窟はまだまだ本気出してないですよ。お鉢巡りみたいにハートの周りをぐるりとこう一生懸命道を作ってもらってるわけ、ありがたいですね。こういうのも、でもやっぱこれは時間があるな。やっぱさ、今回は時間が合わなかったと、ここはね、潔く負けを認めることにしようと思います。まあいいんですよ、最高の見え方できなくてもね、また次に来る楽しみがあると考えれば。他にも面白いポイントがあります。サンドスキーと書いてあって、なんだそれはと思って見たんですけども、家族連れが来て今みんなで遊んでますよ。そり遊びをするんだな、結構怖そうだ明らかに岩をくり抜いた跡なんかがあるんで、元は何かの施設だったのかもしれないですけど、これ面白いですね。こういう人が遊んでいるのを見下ろすことができるポイント、こんな風に書いてあるわけですよ。サンドスキービュースポット、要するに人が遊んでいるのを眺める場所ってことでしょ。これね、そういうことですよね。実に面白い場所でした。もう今回は面倒くさい歴史の解説とかそういうんじゃなくて、単純にいい景色、そういう話ばっかりしていれば面白いかなと思うんですが、これなんとかランって書いてあって、40年に一度開花らしいんですけど、これじゃないよな、これランじゃないですよね。いや、さすがに違うと思うんだよ。なんかこれらしいんですけどね、やっぱこれなんですよ。すごいね、メキシコ原産のテキーラのお酒の原料になって、開花は8月、今日は2020年11月の14日です、15日か。バス待ってる間、奥神津島ですが、島などを眺めておりますと、灯台のある島があるんで、あれなんだろうなと思ったらね、三小本島っていうらしいんですが、あそこまで静岡県、あの島が静岡県で最南端だそうです。帰りのバスが来ましたよ。休憩して折り返しまた戻ってくるんですね。そしてバスを降りました。本当はね、伊豆急下田の駅まで帰ろうかなと思ったんですけども、下田の駅まで直接帰るよりも途中で降りた方が良かったみたい。下田はペリー来航で知られる歴史の街でして、近代日本がここから始まったと、まあ、そういう風に考えてもいいかもしれない場所ですが、なんか昔っぽいものがいっぱいある。でもね、調べたけどよく分かんなかったんですよ、ここが何なのか。この開国博物館ってのが全然分からないですけど、入ってみよう。とても手作りで
頑張ってる感のある資料館ですね。こういうのは、ね、なかなかね、いいコアな施設ですよ、これ。僕ね、ほんと下田の町の歴史についてはほとんど知らないんですけど、江戸時代に貿易というか、まあ、江戸へ持ってくるものの中継地点として最後は栄えたらしいんですが、これその当時のね、船の中に積んであったものらしいんですけど、貴重品ボックスらしいんですよ。でこれもし船が沈没しても浮くようになってまして、中の貴重品だけは回収できるようになってたと。ここにね、模型ジオラマがあるんですけども、これ今私がおります資料館だったかな、これ資料館からずっとまっすぐこの道を進んだところ、ペリーロードという場所がありまして、まあ後でまた行くんですけども、そこの昔の江戸時代終わりぐらいの光景ですかね、それを再現しているものです。まあ後で見ましょうね。あ、なるほど、この辺なんか当時と変わらないわっていうの分かるかと思います。今度はここにね、こんな立派な牢屋の模型があるんですけども、中にいるこの人は吉田松陰だそうですね。下田にペリーが来た時に、これは閉めたぞ、ペリーのとこ行けばアメリカ行けるんじゃないかってですね、すいません、僕はアメリカに連れてってください、黒船に自分から乗り込んでペリーになんか交渉をしたらしいんですよね、吉田松陰って人はね。でそれでペリーがそれに対して何と言ったかというと、いやお前さすがに日本まだ鎖国やってんだから、ちょっとそれはやばいんじゃないの、いやお前それはちょっと俺でもさすがにできないよと言って、ね、吉田松陰送り返して、まあ、そしてその後、その人、僕ペリーに行ったんですけど、もうこんなこと悪いことしちゃいました、ごめんなさいと。それで牢屋に入れられてる時の様子だそうです。ちなみに結構吉田松陰はいい人だったらしく、牢屋の中では割としっかりした待遇をされていたとここには書いてあります。ちなみに吉田松陰が牢屋に入れられたその牢屋なんですけども、まさにこの建物のこの場所にあったらしいですね。だからここに記念館作ったんだ。ここの博物館がどうして作られたのかって説明もありましたよ。これはね、伊豆急行ができた以降、やっぱり伊豆の観光客がめちゃめちゃ増えたらしいんで、それで作ったらしいです。その時の開業初期のパンフレット、ポスターもあるんですが、これ1985年って書いてあるけど、これ間違ってるな、絶対1985年じゃないな。 JR 東日本発足は87年の4月1日ですからね。よく見たら右下に63年2月って書いてある。そうですね、これ1988年の2月だから、国鉄分割民営化から1年ぐらい経った時だな。あの資料館は結構見応えのあるところでしたよ。なんかね、1200円、大人1200円とかかかるんですけど、それに見合うだけの手間をかけてしっかり伝えようとしてるって感じがして面白かったです。色づいてきて綺麗な感じですが、今ですね、そのままもうペリーロード、さっき言いました下田の観光メインストリートのところに入ってるんですけども、見学客が大勢います。このお寺は霊泉寺というお寺で、日米和親条約を結んだのがここだそうです。江戸時代ってなんか公共施設的なものがほとんどなかったんで、条約とかとりあえずお寺で結んだりしてたみたいですね。和親条約結んだのがあそこだと思ってたんで、そうじゃなくてね、あそこで材木を決めたんだそうです。これちょっとこれはこのここはこうしましょうよみたいな話するんでしょうね。そのお寺を抜けていった、ここが下田の目抜き通り、ペリーロードですね。まあ、さっきのは車通りがあるから、こっちがそうか、正式な目抜き通りか。あそこの建物、マシュービルって名前がついてるんですけど、マシューペリー多分由来してるんでしょうね。ペリービルって言ったらそのまんますぎるから。よさげな脇道がありましたんで入っていくと、こっちになんかお寺があるらしいですよ。こっちはね、日露和親条約の材木を決める話し合いで何度も使われた建物だそうです。ペリーロードはいいところですよ。ぼやーっと歩くだけど、なんか江戸時代に戻った気がしますよ。建物は新しいんだけどね、なんか昔の雰囲気がするのはどうしてでしょう。さっき博物館で模型を見ましたけど、あの模型でここら辺作られてたと思うんですよね。多分ここら辺の景色は相当昔から変わってないんじゃないですかね、多分ですけど。伊豆の踊り子とかでもね、皆さんに下田の話をしましたけど、多分あの小説の中とかに出てくる下田の街の様子もね、この辺ではないかと思いますよ。そしたらペリーロードにちょうどタクシーが来ましたんで、いいや乗っちゃおう、すぐに乗って、あっという間に到着しました。今日はどこに泊まるんですか？今井浜海岸です。ああそうですか、じゃあ今井浜って言ったら東京リゾートか今井荘のどっちか。そうですよ、今日は今井荘に泊まるんです。そんな話をしたんですけども、今日のね泊まるところは決まっております。伊豆はもともと火山の島だったんでしょうね。温泉も湧いております。あっち、いろいろ成分が溶けてそう、触るとなんかギシギシしますよ、触り心地が。アルカリ性なのかな。タクシーの運転手さん調子よく、あ、今井浜海岸までこのままタクシーで行きますか。さすがに行くわけないので、今回ね伊豆急の途中下車の旅ということですから。ただ実は朝新幹線の中でお弁当を食べてからまだ食事していません。で前回ですね、伊豆の踊り子の動画作った時に行ったお店はあそこにあるんですけど、残念、準備中か。やっぱ休むんだな。このお店もやっぱり準備中って書いてあるわ。そういうもんなんですよね、こういう観光地とかに行くと、お昼時以外は、もしくは夕飯時以外は一旦途中休憩を入るという場合が普通です。
駅併設のここならやってるでしょ、すごいチェーン感のあるところですけど、まあチェーンでもいいんだもん。一応明らかに地元のものだろうと思われるものですね、頼みましたけど。でも結構美味しそうですよ、値段もこれ2000円だったんですけども、金目鯛の炙り丼、多分これ結構いいと思うんですよね。まあ食べて美味しければそれで満足できるでしょう、うん、いや普通に美味しいですね。これ2000円だったらもう十分ですよ。伊豆の体験もできますし、あとこの店はねこういう風にこう仕切りがついてまして、コロナ対策のあの面でも安心できていいですわ。あの場合によってはこういう居酒屋的なところだとね、みんなわっはっはとか言って怖いとこに結構ありますから。結構美味しかったですしね、値段もまあ手頃だと思うし、何より改札とすぐ脇のところと直結で便利でしたね。結構な夕方になりまして観光客の数もまばらですね。これが今日最後の東京行き特急です。伊豆急行特急料金は安いんですけど、今から向かう今井浜海岸駅、ここは特急は止まりませんのでね、こっちにおります普通列車に乗るしかありません。その普通列車のお隣にこんなのも止まっております。これ伊豆急行線で一番デラックスな車両、ザ・ロイヤルエクスプレスです。1回だけ乗ったことありますけど、すごい列車でしたよ。もうこんなコバルトブルーっていうんですか、この間北海道に行って北海道ぐるり一周ツアーでね、多くのお客さんを喜ばしたわけですが、僕はそれの抽選には申し込んだんですけど行けなかったですね。伊豆急はもともとリゾート21っていう景色のいいよく見える車両を持ってたんですが、まあ、いくつかあったうちの中の一つをですね超豪華仕様に改造したのがこの車両だったのでした。まあ、当時の名残も外側とかは基本的に変わってませんので、かなり濃く見ることができます。伊豆急の普通電車は総じて豪華です。もともと東急で使ってた中古電車を使ってるんですけど、古いという以外はどれも素晴らしいですよ。トイレも確かついてるし、こっち側は東急の時に椅子そのままなんですが、これですよね、この西武線かなんかの特急で使ってた座席をそのまま設置してます。特急の椅子にタダで座れますから。向かいのロイヤルエクスプレスはなんかすごいことをやってるな、あんなにクリスマスの飾りをいっぱい見ると札がついてるから、もしかしたら売り物なのかもしれないですね。お待たせいたしました。本日は伊豆急線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は普通伊東行きです。次は弁内寺です。この座席リクライニングの仕掛けはあるように見えるんですけど、残念ながらどう頑張ってもですねリクライニングしないように改造されています。まあそんでも、まあ、頭のここまで支えがあるっていうだけで普通の電車と比べて圧倒的に快適ですよ。一番前のところからも景色を楽しむことができます。夜の山の中をこんな風に行くっては楽しいものですよ。伊豆急下田駅で早くも帰りの切符を買ってしまいました。そしてこれで途中の駅で降りながら帰りの旅を楽しむということになるわけですが、着きました。今日の目的地今井浜海岸の駅です。まだギリギリ街の明かり、街というか山の明かりが残っている状態で着きました。おお、電車が行くとすごい暗くなりますね。いいよこういうの。海もねギリギリ見えましたよ。まあ、これ僕のこのカメラだともうダメなんですけど、携帯電話で撮るとこんな感じですね。いやいい時間に来ましたよ。道を渡ってすぐのところでしたね。カメラが暗く見えるから前景が結構立派な建物なのに映らないのはあれですが、着きました。今日の宿これですね、今井荘。すごいですよここの歴史は。もう昭和戦前にですねオープンして、そしてその後天皇陛下とか、まあ、今の上皇陛下とかですね、それから昭和天皇なんかも泊まったと。で今はなんで泊まらないのかと言いますと、その後でね、下田の方に御用邸ができましたん で現在はそっちの自前のがあるからもう使わないんですけれども、あとは将棋 のすごい名人なんかが対局をするような貴賓室が現在でもあるということです。立派なのれん、いいですね。夜の海風がのれんをなびかせますよ。もう今回は撮影のお許しもいただいてるんで、ね、もうここからの話があったから今回の伊豆旅行が実現したみたいなところもあるんですけども、和風温泉ホテルみたいな感じだな。温泉ホテルなのかホテル旅館なのか、まあ、そこは何とも僕にはちょっと分からないところなんですが、
ロビーにふかふかの絨毯が敷いてありますよ。ああ、これ今井荘に来られた昭和天皇だな。これは当時の昭仁親王ですね。へえ。タクシーの運転手さん曰く昔はもう超高級旅館だったらしいですよ。今でも超高級客室があるんだって。明日ね、見せていただけることになりました。へえ、なんかすごいのがあるね、これ。これどういう風に作ってんだろうな。結構いいところですね。あそこにも茶室みたいなのがあるんですけど、ここにね、ウェルカムドリンクを出してくれるっていう話になっておりまして、なかなかいい雰囲気じゃないですか。昭和のラグジュアリー旅館って感じがする。でも別に古さは感じないですよ。これね、ウェルカムドリンクです。いいですね。こういうウェルカムドリンクは初めてだわ。じゃあいただきますか。結構立派だな。これなんか茶道をこの間ね教わったんですけど、ちょっと回しちゃうもんですね。まあ別にこれは茶道じゃないけど、うん、あ、心安らぐわ。宇治抹茶パフェみたいなお茶碗ですね。お菓子もあるんですよ、これ。あ、書いてあるな、これ。こういう感じのお菓子なんですけども、お気に召されたら売店でも売っております。教えていただきましょう。これ切るんだろうな。何に近いお菓子かな。初めて食べる感じだ。まあ、まんじゅうかな。うん、洋風の味がする。さつまいもですね。なんかこの間ゆだなかのセフウソウさんから聞いたんですけど、僕の旅行の工程をそのまま真似して同じ時間で回ろうとされる方がね、結構おられるみたい。まあ、大変嬉しいことなんですけど、僕撮影用の工程で動いてるから同じように真似っこするとね、実はめちゃめちゃハードな工程になっちゃったりすることあるわけですよ。うん、今回の工程はまあいいんじゃないですか。そんなにハードな工程じゃなく、むしろ模範的かもしれない。日が短いのが残念ですけどね。これがね、もうちょっと長い時期だったら、夏だったらもう今夕日が差し込んでて海が見えてすごい綺麗な時間だと思うんですよ。まあ朝熱海から乗った踊り子9号は土曜日曜しか走ってない列車ですけど、そしてラウンジにこんなものが飾ってありました。将棋王将戦七番勝負第1局。このね、この対局がなんかすごい有名な対局だったらしいんですけれども、これがまず宮崎県日向産のカヤの木で作られた、樹齢千年のカヤの木で作った、すごいこういうでかい将棋盤、木目がそのまま出てる。これはなんかとても価値があるものらしいんですけれども、多分何百万とかするんじゃないのかな。非常に価値のあるこの将棋盤がここに飾ってあり、これ足もね、差し込みじゃなくて全部一個の木を掘って作ってるんだと思うんですよ。ちなみに今お茶をいただいたラウンジですけども、普通にあれなんか注文していただくこともできるみたいですね。こっちには茶室もあるわ。使えるのかな。そう、それ多くて使えないけど。浴衣は選んでもらう方式なんですけども、男性のミニサイズはこれだな。一番小さいのはこれみたいですね。女性ものはこれいっぱいあるな。なんか女性の M サイズぐらいでいいんじゃないかって気もするんですけど。じゃあそろそろ部屋に行こうと思います。いいエレベーターだ。昭和60年とか昭和58年ぐらいのエレベーターという印象ですけど。で、客室は10階です。触れるだけでなるやつですね、これはね。10階が最上階、特別室も10階ですが、今回はね、普通の部屋ですよ。多分普通の部屋だと思うんだよな。1003、ここなんですよ。多分あれな、歓迎の意思表示なんでしょうね。明かりがついてる。え、普通じゃないかみたいなこと言ったけど、なんか向こうもあんな風にあるし、ここもこんなこれついててね、普通じゃないんじゃないかな、これ。すごそうなところだ。鍵が2個あるのは、1個は金庫ですね。よし。おー、あ、いい畳の香りだ。継ぐの間か。で、ここは入って、この右側とかも、おー、なんか結構すごいとこだな。随分大きいじゃない。いいよ、こういうのがいいんですよ。このスイッチとかだけはもうそのまま古いまんま残しておいてもらいたいなと思うんですけど、
結構あの立派じゃない。ここのもう皆さん、あとあの畳の香りをぜひここでね保管して味わっていただきたいんですけど、 YouTube 本当早く香りを伝える機能を実装してもらいたいんですけどね。これいいじゃないですか、これ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 。ここであの晴れていれば、晴れていれば明るければ、今ちょっとこの辺に白波が立ってるの見えますけれども、一面の海の景色ですよ。ああ僕の目には見えるぞ。これ明日の朝が楽しみですね。これ一旦ちょっと外へ出ましたよ。虫が入るかもしれないから閉めておきますけど、いいな潮騒と、まあ、向こうこれはね東急ホテルなんですけども、あの伊豆急のねあの元々のあのグループ会社なわけですが、あの東急ホテルリゾートもあるんですが、これは絶対いい景色なんだろうなと思って、夜のうちから外の様子見たかったので一眼レフカメラ持ってましたからね、それでシャッター長時間開放して撮ったらね、もうこの景色ですよ。いやもう明日が楽しみだ、これ絶対いい景色ですよ。明日も天気はいいそうですから。それからさっき、ね、ウェルカムドリンクとお菓子をいただいたわけですけど、部屋にもこれがあるんですよ。焼き味、珍しいですね。またこれがアジなんですね。焼かずに食べられます。小学生ぐらいの時にこれなんかこういうの買って食べた記憶ありますけどね、これ美味しいんですよ。しかも僕はあのてっきりあのウェルカムドリンクとかをね部屋でこうやって置いておくお菓子サービスの代わりでやってんのかなと思ったんですけど、そうじゃなくて単純にサービスがいいだけなんだな。さてそしたらね夕飯の時間になったんですが、こんなのあるんですよ。これこんなスリッパがあるんですよ。畳敷きの草履スリッパみたいなやつね。これこれこれ、最初のフロントはね実は2階だったみたいで、1階のお食事処っていうのはこれ崖だからなんですよね。半地下みたいな印象ですが、すごいですよ。これこれこれ、こんなの言いますからね。シンガポール行った時にね郵便局をなんかホテルに改装したとか言ってたところがこんな感じだったな。どんどん寄ってきた。餌くれると思ってやがんだな。そう甘くないぞ。こっちは大島、大島じゃないわ、確かね神津式ねの部屋が夕食会場だったな。この建物から見えると思われるそれぞれのですね伊豆諸島の名前がお食事処の名前になっています。八丈島は多分伊豆半島から見えないでしょうけどね、三宅島がね天気のいい日には見えるんですよ。下野富士海石を献立、そうですね下野、下野ね、下野は栃木県ですから。今日の売りは多分ねアワビと和牛のしゃぶしゃぶと金目鯛、そこら辺じゃないですか。食前酒ってのはこれだと思うんですけど、ブルーベリーでお酒を作るとこういう風になるんですね。合成着色料は使ってないのがはっきり分かりますわ。これがね飲むとねめちゃめちゃブルーベリーの味するんですよ。不思議だな。お刺身はこれです。タイ、それから金目鯛、右がサワラと、あと甘エビ、マグロ。伊豆に来たら絶対食べないといけませんよね金目鯛。これをね伊豆の塩につけてどうぞ白身魚をお召し上がりください。ちょっとつけすぎたかな、少し落としてから食べよう。わさびは多分あってもいいんだろうな、これも伊豆の名物ですからね。美味しそうじゃないですか、まあ、絶対美味しいと思うんですけどね。この映像の見た目通り鮮やかで柔らかくて美味しいですよ。美味しいわさびはなんか大量に乗せても別にそんな辛いとか感じないんですよね。もう、ただ風味豊かってだけだわ。ちょっと辛いですねもう旅館ですからね、秋の味覚はやはり銀杏。僕最近旅館にもう異常な勢いで泊まりまくってるんで、2日に一遍旅館泊まってるんですよ。銀杏しょっちゅう食べてます、美味しいですね。ね、このこれなんですけども、あの火をつけていただきましたね。これアワビの酒蒸しですよって言われてね、これちょっとさっきちょっと開けたんですよ。へーと思って、これでかくないですか。おお、なんか動いてる。あ、これ生きてるのか、そういうことか。まあアワビこの中で苦しんでるんですね、申し訳ないけどな。ちょっとまあパッと見なんかかわいそうなんですけど、命をいただくっていうのはこういうことですからね。こういう目の前に苦しんでるものを見た時だけかわいそうになるっていうのも、それもまあちょっと虫のいい話なわけですよ。まあともかくいいんだ、そんだけね新鮮なものを用意いただいてるってことですよ。この料理はあれなんですね、エゾアオビ踊り焼き。踊り焼きっていうのはこういうのを言うんだ。イカの踊り食いはねやったことありますけど。はい、ありがとうございます。はい、こちらがさっきまで生きていたわさび、わさびじゃない、間違えた、アワビでございます。
相当立派ですね。こんなでかいの一人で食べるっていうのは経験がないよ。でちょっと無理やりですけどね、切断してみましたが、この貝柱みたいな、まあ、二枚貝じゃないから貝柱じゃないんでしょうけど、体を固定するものと、あとこれが内臓ですね。それはまあアワビにもありますよね。初めて見ましたよ、でもこの辺のやつは。これね、ナイフとフォークでやるんですよ。でわさびの塩ってのがあるらしいんですけど、おっしゃった、まあいいだろう、これ食べるんだと思うんですけど、食べるんだと思ってか絶対そうなんですね。おお、わさびの塩は正直僕には辛かったんですけども、まあ僕辛いの苦手なんで、こんないっぱいあるのがまだまだまだ大量に食べられますから、うん、おう、何もつけなくても美味しいじゃないですか。これはね、あらゆるさ、このように酒蒸しにしてありますんで、これだけの味でも十分ですよ。レモンもありますんで、これも美味しいんだろうな。全部かけちゃおうか。このレモンのやつが、うん、身が締まって一番美味しいわ。やっぱりそうだろうなと思ったんですよ。これ貝の肝ってのはあんま食べないんですけどね。あ、なんか全然癖とかがなくて確かに美味しいわ。へえ、食べてよかった。これ残そうかどうしよう考えてたんですよ。ありがとうございます。懐石料理のコースの最後の方にですね、ご飯も出るわけですけども、懐石料理ってそうなんですよね、最後に出るんですが、それをお釜をここで今ね、銀シャリを炊いていただきつつ、しゃぶしゃぶの準備もするじゃないですか。まあ、この旅館あるあるのね、この青い青白いこの固形燃料ですけど、これ1回の食事に3個使うっていうのは多分割とねレアな方だと思いますよ。僕昨日もね、実はクラブツーリズムのツアーに参加して、昼ご飯がしゃぶしゃぶだったんですけども、添乗員さんの皆さんとお話してたんですが、なんかやりながらしゃぶしゃぶやるとあれですよねっつってね、火が下の火がね耐えちゃったりとかして、あ、すいません、これ消えちゃいました、これなりますよねって聞いたらね、添乗員さんもやっぱそうらしいんです。他のお客さんの面倒とか見てると、ついついしゃぶしゃぶやるの、自分のしゃぶしゃぶをやり忘れてね、固形燃料が消えてしまうということがあるそうです。はい、これで完成した。しゃぶしゃぶを入れる。もう一個あるわけですけど、すごい量ですね。こうやって見る、こんなに大きかったんだな。まあ、しゃぶしゃぶも当然美味しいんですけど、これはすごいわ。伊豆といえば稲取、河津のあたりといえば金目鯛ですが、もうこの大きさは僕は初めて見ましたよ。こんなに大きくなるんですねって、もっと大きいのもいるんですかってお聞きしたらですね、なんかもっと大きいのは一応いるらしいんですよ。そうなんですか。でも料理長が厳選して、通常これでね2人前らしいです。一人の人が食べる場合、まあ、もう少し小ぶりのものを出していただいたりとかね、まあ、状況によっていろいろ変わるらしいんですけども、これをねさっき炊き始めたこのお釜のご飯と一緒に食べるわけです。魚の煮付けっていうのは、ね、全部同じに見えるんですけど、金目鯛だけは本当特別ですわ。まあ、他もちょっとずつ違いがあるけど美味しいですよね。伊豆に来た時の一番の楽しみですよ。本当にこんなに素晴らしい場所があってよかったですけど、もうちょっとなんか上手な食べ方しよう。多分先にこうやって切り込みを入れてからこう取り外して食べるんですよね。こういう感じでね。この地域の伝統的な食べ方らしいんですけども、この煮汁をですね、すくいと、あんますくえないんですが、こうやってこうかけると、うまくすくえるかな、あんますくえないんですけども、まあ、傾けて取ればもっといっぱい取れるでしょう。あ、でもいい感じだ、慣れてきたぞ。でたっぷりつゆをかけてですね、このように味が染みている、これに山椒をかけると、これ出すぎると思うんですよね、多分下手なことすると。注意して、うおー、あ、まあまあまあ大丈夫隠して出来上がりました。僕の金目鯛ですけども、これは美味しいと思いますよ。味もよく染みてる。あ、山椒も合いますね。美味しいわ。うん、つゆだくになってる。よし、いっぱい食べましたけど、最後はデザートだ。これ美味しいんですよ。これリンゴ、白ワインでなんか煮込んだやつらしいんですけど、あのこのリンゴのあの火通してこういうやつねと思って食べるじゃないですか。高級な食べ物ですよ、これは。もはやゆずゼリーもいい塩梅ですわ。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。このスリッパをね、人と間違えられないようにするコツ、
旅館に泊まりまくって僕も覚えたんですけど、これ互い違いとかですね、まあ、上下逆さまとか、なんかもっとわけわかんない形、ハの字型とかね、それ変な形に置くと、あ、これは俺のじゃないわってみんな思ってですね、あの持ってかないということが なりますので、自分のスリッパを間違えられたくない人は変な置き方をするといいですよ。さあこちら、これはね、あのお食事会場のところなわけですけど、この脇のところを見るとわかります、これ、これちょっとなんかいるんですよ、これちっちゃいの、いるでしょ、これ今慌てて泳いでますよ、これ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 、ここで生まれた小魚ですかね、それが脇に避けられてるのかな、多分そうだと思う、鯉みたいな形してるんですよ、ここの小さな池で無事に大きく育ったらもう大人にも食われまいとお墨付きをもらって、そしてこちらへ移されるというわけですね。もう近づくとじゃんじゃん集まってくるんで、ああ、これはなんか餌やりとかあんのかなと思ったらですね、実際やっぱありました、ここ鯉の餌が100円でやれるようになってる。早速やりたかったんですが、ポケットをまっすぐ行ってもね、1円も入ってませんでした。さっきあの日露和親条約を結んだお寺あったんですけど、あの皆さんに紹介したと思うんですが、あのお寺があまり流行ってなさそうだったからね、これちょっとお賽銭じゃんじゃん入れてこないとなと思って、小銭全部入れちゃった後だったんですね。でもね、大丈夫です、あの今回、まあ、本当は1泊だけの予定だったんですけども、僕こことてもいいところだなと、あの気に入りましてね、あのちょっとワーケーションしながら、まあ、仕事いろいろあるんですけど、あの明日とか、まあ、明後日とかちょっとここで仕事しながらね、もう1泊滞在することにしました。まあ、本当はあの実はね、まあ、ここといろいろ打ち合わせして、宿泊代とかもタダにしていただけるって話だったんですけど、まあ、もう1泊分はあのもう普通に僕から払うんで、あのもう1泊させてもらえませんか、部屋もね、さっき確認していただいたんですけど空いてるみたいですよ。もうこの宿で一番素晴らしいのは明日の朝の部屋からの景色だと思いますんで、それを見る前からね、もう一泊しようなんて決められるっていうのは自分でもいいことだなと思いますね。10階に戻ってきましたが、さっきは気づかなかったんですけど、このみゆきってこれだな、これが貴賓室ですね、間違いないわ。明日ね、見せてもらえるって話にはなってるんですよ。僕の部屋は錦です。こっち側も全部こんな感じのお部屋ですね。でも少ないんですね、一つの階の部屋が少なくて、要するにここはもう全室オーシャンビューってことなんですね。で、部屋に帰ってくるとこれですよ、これ素晴らしい。しかも旅館に連泊するなんてもういつ以来ですかね。これ明日の朝になったら下げてくれるわけですよ。で、また明日の夜になったら敷かれるわけですよ。いいじゃないですかこれ。旅館っていうのは何泊かしてこそみたいなところもあるんじゃないかなと思うんですけど、久々にそのゆっくりするっていう体験ができます。ちなみにさっきちょっとね、もう僕が使っちゃったんで、ここ少しあのふにゃっとしてますが、この旅館のせいじゃないですよ。あれか、この間京都で旅館連泊しましたね。そういや、今日はここまでですが、まだあと2日あります。お楽しみによろしくお願いします。ありがとうございます。おはようございます。今日は2020年の11月16日月曜日です。素晴らしい朝ですね。まあこういう風になるだろうなとは思ってましたんで、この景色も予想通りですけれど、素晴らしい朝じゃないですか。ちょうど今ゾゾーっと朝の風が吹いてますよ。いい風ですね。まあ、これは大島ですね。大島じゃないですか、豊島ですね。で、あとなんかウトネ島って無人島があるんですけど、新島と三宅島も後ろに透けて見えますかね。それ多分あれですね、式根島がこれですね、この画面の真ん中にあるやつで、でこれが神津島だ、多分そうだったと思うんだよな。ホテルの部屋にこういう分かりやすいものなんですよ。大海原広がる諸島の景観をお楽しみください。もし待ってれば多分サルビアン丸とか来るんじゃないですか。これこういう机の上に置いてあるんですけどね、オペラグラスっていう、オペラグラスってこういうやつなんですね。僕まずそれを知らなかったですわ。これね、つけるとこういう風に拡大して見えるようになるわけですよ。もっと実際には目に当てるわけですから大きく見えますよ。せっかくなんで海辺の散歩道みたいなのがあるらしいんですよ。行ってみましょうね。こっちかな、こっちですね。防犯上9時に閉鎖させていただきます。朝は空いてるらしいわ。
あ、ちゃんとこういうのがあるんだ。いや一応ね僕靴履いてきたんですけど、これで、いやこれ人のやつだろうな多分、これで履けってことですね。こういう指導なのか行動なのかいまいち分かんないところを抜けてですね、まあ、すぐ目の前が海ですよ。これ白砂の海岸ですよ。ここを望むこの建物がね、我が今井荘でございまして、うちは特別室の2つ隣です。このカーテンの閉まってるやつのうちの左側の一番上の階がうちなんですが、こっちが特別ですね。特別室はベランダもあるみたいです。さっきまではもっと道上だったみたいで、砂浜がねこう柔らかくなっております。僕が歩いた足跡がそのまま残っていく様が面白いですね。どんどん作ってますよ後ろに。ほら長くなってる。お得意の6の字乗車だな。こんなんやったらもうせっかくの砂浜の情景が台無しかもしれないな。こんな風にしとこう。よし、朝ごはんの時間です。朝ごはんはね、僕は遅めに8時半なんですけども、多分もっと早い時間も普通にできると思うんですよ。アジの開きはあらかじめ焼いてあるから、朝めてから食べればいいそうです。これがね、僕の宿敵のネギトロってやつかなと。ネギトロじゃありませんでした。これはマグロのたたきだそうです。美味しいですね。油混ぜ込んだ不幸な気分になるネギトロっていうのもあるんですけど、ラードとかをね、いろいろ混ぜたやつなんですけど、天と地ほど違うわ。なんかこのドレッシングがみかんのやつらしいですね。伊豆はもうみかんが至る所で作られてる。昨日も踊り高校の景色からいっぱい見えたんじゃないかと思います。みかん畑。これね、よいしょ、ちょっと開けるの遅くなってよくないですか。あら汁ですね。混ぜるとその美味しさがより際立つでしょう。朝ごはん食べ終わりました。また鯉見物です。結構いっぱいいますよね。それから部屋でいろいろ仕事などしまして、もうお昼前になってるんですけども、これ昨日行った貴賓室ですが、開けてね見せていただけることになりました。一泊だいたい10万円ぐらいだそうです。入ると広くていくつも部屋がありますけども、基本は海向きなんだな。ここにこういうお部屋があるでしょ。で奥にやっぱり掛け軸みたいなのがあってですね、あれもなんか白い良さそうなソファーと石庭がありまして、向こうにもまたあの海を見渡せるやつがあるんですけども、ここがね天井がすごいわ。やっぱいい部屋になると天井の作りが違いますよ。調度品も良さそうですね。僕物の価値とか分かんないけど、いいやつなんじゃないですか。ここで多少波の音が少しだけ入ってくるような、ここでね将棋の対局などするんだそうです。座布団もちょっと違いますよね。着替え用の部屋なんかもあるわけですが、すごいですね。そこにもちゃんとこう洗面が1個あります。これ多分開ければ鏡なんだろうな。すごい大きい部屋なので、今は結婚式の会場とかそういう場所としても使ってるそうです。トイレもすごいさ。どうすごいかっていうと、まずここがすごい。こんなトイレないですよ、これね。でそれからこの複雑なくるっと折り返したようなところにデラックストイレですね。小豆色のこんなお召し列車みたいな色のトイレを初めて見たの。開けてもね、全部これもトイレなんですよ。トイレ、いやそれはトイレなんですけど、全部茶色、この小豆色なんですよね。専用風呂もあるんですけど、すごい、これ大理石だ。一人で使うのこの広さみたいですね。これすごいな。今は使ってないあれですからお湯も張ってないけど、それから普通に入れないところとしてですね、他にもう一つお風呂ですが、ここは女湯です。あの女湯の方がね、海により近いということで、まあ、男湯の景色も、ね、いいんですけども、波の音を聞き伊豆諸島を眺めながら
どうぞ女性の皆さんお疲れください。こっちが露天なんですけど中もいいですよ。お湯がどんどんオーバーフローしてますね。すごい勢い湧いてますよね。ここからジャブジャブ出てるわけですけど、お湯が外にこぼれてる、これはいいですよ。こんなん見たことないわ、なかなか。もうこのひたひたの感じをすごいね。源泉をここのホテルで持たれてるんだそうで、遠くからねお湯をずっと引いてきて、それで、ちょっとお湯が熱いから少し冷ました状態でここへ入るようにするんだそうです。お湯の量がすごく多いんですねって聞いたら、お湯は多いですと教えていただきました。このザブザブは楽しいな。これ今ちょっと取材用にこの格好ですけれど、我が男湯の方も見させていただきます。この勢いですよ、やっぱりジャブジャブ出てるわ。なんかやろうと思えばここら辺に寝転ぶだけでも入浴の効果は得られそうですね。そんなことやっても誰も幸せにならないと思いますけど、男湯の露天風呂はこんな感じ。あ、いいそよ風が吹いてきてますよ今ちょうど。ちょうど、ね、裏側、今お掃除の時間なんで、ね、裏側のところはこれ入って取っていいですかって言ったら、この倉庫の中のね、これをね、もう本当に寛大にも取らせていただけることになったんですけども、これ良さげな将棋盤が並んでまして、これレンタルでね、こういうの用意されてるらしいんですね。駒もあるわ。値段の参考にパンフレットもいただけますかって言ったらね、これいただきました。結構値段の差があるみたいですけど、私最上階和室なんで1名29,000円、そんでこの貴賓室は一人で泊まったら53,000円でいいんですね。10万っていうのは2人の場合なんだな。これ今お部屋食ってなってるんですけど、今ねなんかコロナの関係で部屋食はされてないみたいです。じゃあ今日のぶらり旅にまた出かけてここへ帰ってくるわけですけども、これのことが気になってね、お金持ってきちゃいました。ただ100円じゃ足りないだろうと思って200円持ってきました。はい、はい、大きく食べて育ちなさい。あ、割とみんなおとなしいね。いい鯉たちだからな。これはもう金額的にもね、大事にしなきゃいけないレベルの鯉が集まってますから。この赤いやつなんか特にそうだな。餌もらえてないとかそんなことは絶対ないですよ。すごい値段のするお魚たち。一瞬近づくとね、クレクレクレってパクパクしたりはするんですけど、そんなに必死さがないもんな。この下の方とかへまだ残ってる粒もありますから、いい暮らししてるんだ。ほら、食え食え食え、まああるから食っとくかみたいな感じですよね。でも食べられないと悔しいと見えます。そんななんかやっぱ必死じゃないですもんね。もう場所によっちゃね、バービシャ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 ーとか、そういう風になるのも普通なのに、食べられないサイズの餌をやると水質を破壊することになるんで、これはちょっとやらない方がいいかな。これ食べられないな、無理だな。口に入らない餌ってのもあるんですよ。毎年いいホテルで飼われてよかったね。ほら、あ、こんなにあるよ。よし、じゃあもう午後になりかけですけど、あ、行ってこよう。いいな、風が、この風と木のざわめきがいいわ。今井浜海岸の駅から伊豆急の電車に乗って伊豆高原へお出かけです。タイムズカフェってなんか良さげな建物があるな。駐車場みたいな名前のカフェですね。やっぱああいうのありますね。前に伊豆諸島の式根島に行った時も思いましたけど、やっぱ東京からやってくる観光客と、それからもうこういう割と地方というか、まあ、かなりですね、もう外れの方のところの人たちとでは意識に大きな差がありますから、そこ本当に気をつけながら旅行した方がいいと思いますよ。なんか電車の通過があるみたいな。この音は一パー合計だ。あ、いいっすね。あ、いいよいいよいいよ。ちょ、テレビの撮影が来てるんですけど、いいよな。カメラ回ってないもんな。構うことはない。あ、いいな。この光景もあとわずかですよ。伊豆稲取です。今井浜海岸を出て次の停車駅が
伊豆稲取で、その稲取から先が本当に景色のいいところですよ。ここもいいんだけどね。さあ確かね、良かったのはこのトンネルを抜けた先のはずですよ。同じ映像を繰り返し見せるのもどうかと思うんですけど、でもトンネルを抜けるとすぐに湯煙、この熱川の景色は素晴らしいですね。出た憎き新型特急踊り子、まあ、しょうがないよ、いつか新しくなるもんですから。何でも間もなく伊豆高原です。前口が滝川です。次の伊豆高原で前橋カフェを連結をいたします。伊豆高原から先は6両編成で運転いたします。発車は12時30分です。大室山のふもと伊豆高原に着きました。グリ高原じゃないですよ。この駅からお客さんが増えるので列車を3両から6両に増やします。まあここで降りちゃいますけど、伊豆高原駅はこういう立派なところです。伊豆急の本拠所がここですね。マンションも買えますよ。バス乗り場こんな感じの割と立派なところです。まあそれが便利なところでもあるんですけども、伊豆高原はここでね、バスがなんかこういうところからこう来て、でここを通った後またなんか こっちから行くのかな、なんか忘れたんですけど、なんかこういういろんな行き方があってですね、これ伊豆高原始発ではない場合も結構あるんですよ。バスが来ました。お客さんも結構いっぱいいますけど、まあ入れ替わるでしょう。バスなかなかやっぱり混んでたんでちょっとやめときましたわ。前ここへ来た時もそうだったんですけど、タクシーで行くことにしようと思います。伊豆高原は別荘地なんですけど、なんか別荘地のタクシーってね、お金持ちの人が嫌がるみたいで、上によくつきがちなアンドンとかは省略するようですね。あれまた違うタクシーだな。タクシーに乗ってきましたのは伊豆シャボテン公園です。大室山は行ったことあるんですけど、視聴者の方からね、大室山もいいんですけど、このシャボテン公園スーツさん気に入ると思いますから行った方がいいですよって言われてね、ずっと気になって、今日はね、実はここへ行くということが今日の一番の目的だったんですが、ここはですね、なんか動物園みたいなところなんですけども、動物との距離が近いのが特徴で、前に2チャンネルでなんか見たことありますけどね、すごいな、こんなに手伸ばせば触れるようなところに普通にいてくれるんですからね。ただまあ紐で縛られてはいるみたいですけど、まあそんなに困ってもいなさそうだよな、本人も。まあじゃあここにいるかみたいなね、わかんないですけど、これ割と家庭的な動物がいっぱいいてね、しかも距離が近いんですよね。面白いね。こいつオーストラリアにいっぱいいましたよ、こういう感じのやつ。さっきからねずっとぐる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 、これを繰り返してますよ。柵とかもあんまりないみたいでね、それああいう風にいるんですけど、特に紐とかもついてないみたいですけど、へえ、ちゃんとメリットを感じたらいてくれるんですね。洞窟コーナーみたいなのあったら、動物たちが逃げ出すため扉は閉めております。あ、そう、これ責任重大だけど、ここから先には要するに足元とかに普通にいるってことだろうな。これ大丈夫だ、いないな。お、いるわ。最初にいたのは毛虫ですね。毛虫くん、これ多分展示物ではないと思います。特に柵とかはないんですけど、これエミューだったかな、伊豆大島でも飼われてましたよ。わらび餅のわらびですね。尻尾はなんか引きずって移動するのが基本みたいですけど、痛くないのかな。可愛いですね。二足で立って餌くれ餌くれって感じかな。多分そうだと思うんですよ、これ。というのはね、ここで売ってるんですよね。200円か。この中に入れりゃいいんだ。食べるかな。こんにちは。おお、これありますよ。あるじゃん。あ、いいね。あんまいじめんのやめとこう。お、やっぱあくまで自分の手で食べたがるんですね。こんな至近距離で見られるの面白いの、これ。野良猫より愛想いいですよ。まだありますよ。ほら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 、どうすか。
あ、もういい。いい管理されてんだな。あ、ありますよ。あるね。葉っぱ人気がないのかな。それリンゴの方がうまいですもんね。なるほど、確かにここは面白いわ。自分がペットを飼ってるような気分になりますよ。もっとくれって。これで良ければあげられますけど、まあ一応食っとくかみたいな感じ。ちゃんと手で持って食べるのが可愛いですね、これね。いいなぁ。いや、やっぱあんま美味しくないみたいだ。捨てられちゃったわ。そりゃそうですね。こんなの食べたいと思わないもん。これカンガルーにやってもいいらしいんですよ。おっかないよな。目が合っちゃったよ。え、直接やっていいの、これ。怖いな、これ。おお、ごめんなさい、ごめんなさい。ああ。え、タマ、写真撮ってあげるから、ほら。近づいて。はい、ここ、そこ来て。はい、チーズ。うまいそうでくつろぐ、僕みたいなやつがいるな。2400円プラス餌代でこれなら面白いですね。みんなよこせよこせって寄ってきたら、こういう風にこう分かってんですね、ちゃんと。はい。あー、ちょっとなんか先に来たやつが具が悪くなっちゃったな。一回やってしまったんで、ね、調子づいてみんなこっちは集まってきてしまったんですけど、あー、でももうやる気がないの分かったら速やかに解散しちゃったね。物分かりのいいアヒルだ。奈良公園の鹿ほどじゃないですね。やっぱちゃんと柵とかそういうの何もないのに、自分はここにいるべきものなんだってのをちゃんと分かるんですね、アヒルも。そりゃそうだよな。あんな向こうの方とか用ないと思いますんで。さらにエミューの餌ってのもありました。これで200円なんでちょっと高いと思いますけど、ちょうど向かい側から来てるやつがいるわけですよ。あ、どうぞどうぞ。あ、え、そんなんよ、もっとこっちにうまいのあんのにね。ほら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 、うお、怖っ。恐怖でしかないな。一瞬で全て奪われてしまった。もうない、ないですよ。ない、ない、ないから。大変申し訳ございません。ちょっとね、スコップがあったから良かったですけど、まともに取り合っちゃいけないようなやつのような気がした。寒いのかな。ね、もうじき冬が来ますよ。河津桜の冬です。で、扉開けて出たらこれですよ。こんな大丈夫なのかな、本当に。まあ大丈夫だからやってるんでしょうけど、まあ、ここを脱走した先に、厳しい伊豆半島訪れるべき場所もないっていうのは分かってるんでしょうね。やっぱちゃんと同じグループを作るんですね。知ってるような人たち同士で集まってるわ。こんな自分の目の前で普通にこういうことやったら面白いですね。動物たちが慣れてるっていうのが一番面白いんだろうな。そういうのも食えるんだ。別に触っても1ミリも気にしなさそうですもんね。僕がここで触ってるかどうか多分こいつには関係しないと思いますよ。こんな動物いるんですね、これ。これはね、ここに解説書きがあるんですけど、ミミナガヤギっていうらしいんですけど、それがね、ここにいるなと思ったらね、普通にあそこにもいるんですよね。この柵は一体どういう基準で設けられてるのかもはやわからないけどな。これ一緒じゃないのか。これ触っていいのかな。さすがにちょっとまずいな。お前それはお前さすがにやんないだろみたいな目でこっち見てますからね。ちょっとやめときます。やめるって言うとちゃんと向こう向くんですよ。まあそりゃそうだよねみたいな。おお、あ、何とも思わないみたい。何もしてこない。見てるといろいろ面白いものが分かるもんですけど、あそこチンパンジーがいるんですが、チンパンジーはさすがに危険なんでしょうね。こんなお堀で隔離されてますよ。さっきね、あいつギャーッととんでもないもう大発狂してたんですよ。おっかなくて近寄れないわな。今度はね、白鳥の餌コーナーなんですよ。白鳥がなんか物を食うシーンは今まで見たことないから、これ食わしてみようと思って買った瞬間ギリギリまで来るじゃないですか。すごいな、これ。こんな白鳥見たことない。もっと僕は優雅なもんだと思ってましたけど、早くしろよみたいな感じだな。これ見てください。もうこれがもう乗っちゃってますよ、端っこの首のところが。なんか泣き出した。じゃあこのおとなしい方から、うおー怖っ。すごい水流が発生してしまった。こんな怖いの。ちょっとなんか2つに割って食わせるか、ね、ここでねどうしようかなとかもやってたらね、すいません、ちょっと僕らも欲しいんですけどみたいな、こう来るんですよね、後ろから。知らない人に、さっき あの辺にいたんですよ。ちょっと食わしてやるか。ちょっとね、ちょっとですよ。ほらほら、食え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 。
ここにあるの食えばいいのに。ほらここにあるよ。よかったね。はい、じゃああとは白鳥に食わせよう。でおとなしい方にいっぱい入ってるやつをやろう。ここに置いて、おお、怖い、ほらおとなしくない方が食ったな。あ、こっちにもありますよ。ほら全然穏やかじゃないな。白鳥のイメージぶち壊しですよ。なんか後ろからもなんか言われてる。もうなくなっちゃったんだよね。ここ行って食えばいい。ちょっと白鳥はでかいから怖いか。白鳥ってあんなモナカとかでも必死になるんですね。それは知らなかったわ。あの口の先っぽにモナカが今入ってるんですよ。もう食っちゃったな。あー、なくなっちゃったよ。もうあれだけかよ。でも無理な交渉はしないで謙虚にこの辺をうろつくだけなんですね。いい性格の鳥たちだ。立場ってものは分かってんだな、自分が脇役だということ。ここライオンとかそういう変なのはいない代わりに面白いな。これこういう動物園に行きたかったんですよ僕は。このみんなで行列して当番があんのかな。鳥ってのはやっぱ面白いわ。鳥だけの動物園みたいなのでも十分行く価値あると思う。可愛いですもんね。餌を買ったらもう とんでもないことになっちゃったよ。どうやってやろうかな。マゴラにして。でも一番ぎすいのが白鳥で、この辺のやつは、まあ、来たから食べておくかみたいな感じ。そこまでじゃないですね。たまに大量にいる動物の中に違うやつがいるんですよね。これなんかも結構レアなやつじゃないですか。その脇に置いてあるこれはこれでやばいことになってますけどね。この1羽だけトンネルをくぐってこっち来ましたよ。これはなんつうやつなんだろうな。餌をもらいに来たつうよりはただこの辺に食べ物あるかなって、自分のただ努力しようと思って来たってそういう感じだ。今からね、よその方があそこで餌やりするみたいなんですけど、やっぱ鳥の目線がちゃんと分かってるんですね。それは分かるよな。さて、そして半地下になってるところにサボテンコーナーがあるらしいです。ここもともとシャボテン公園らしくて名物がサボテンだそうなんですけども。なるほど、確かにすごいですね。おお、立派なのもいいけど、こういう変なサボテンがあるのが、いわゆる地を這うようなサボテン。今すぐなんかうにょ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 とか言って動き出してビビらせそうな形してますね。これも触れ合いコーナー触っていいのかな。あ、結構硬いですね。気持ち悪いな、なんかこの手触り。でもたわしみたいな感じ。僕正直サボテンの貴重さとかよくわかんないんですけど、相当すごいやつがあるんだと思いますよ。監視カメラもしっかりついて、持ち出し禁止なんて書かれるぐらいですから、マニアにとっては欲しいものがあったりするんでしょうね。コウモリとかも飾ってあったんですけど、コウモリってこういう風になってるんですね。あれだけでくっつけるんだな。バットマンじゃないですか。面白いな、ここ。僕バットマン知らないんですけど、こんなやつ楽しいのかな。サフィール踊り子とかの面白いと思いますよ。アルマジロって書いてありまして、丸くなるやつだなと思ったんですけど、死んでいると間違われます。たまに動物とか魚とかでもいるんですよね。もうこんな風に完全に逆向きになって寝るやつ。動物ってなんか精神おかしくしてるんじゃないかなみたいなことをたまにやってるのを見ますけど、本当におかしくなってる可能性もありますよね。もっと自然界では広いところにいるわけですから。動物ほど派手じゃないですけど、こだわってやってるんだなってよくわかりますよ。素敵なところですよ。いいじゃないですか。タクシーの運転手さんが、もう今日は富士山見えないよ、見えましたね。開けると動きが変わるんですよね。ちょこっと立ってるイメージだったんですけど、あんなに動きもあるんだな。よし、おお。
お、写真撮って、これ。あ、誰もいないんじゃなくて、裏にちゃんと敵か何かがいたんだな。すごいですね、これ。なんかポケモンかなんかいそうだよな、ああいう感じの。クジャクもいるわ、久々に見た。上の動物園にもいますけど、あれは檻だからね、開いてもあんまり立派じゃないんですが、話し飼いってのは茨城にしかいないもんだと思ってたわ。やってくれると嬉しいんですけど、いつもそんなことばっかりやってたらクジャクもね面倒だから。クジャクにもねご飯あげられるらしいんですよ。興味持つかな。お、うまくいくか分かんないですけど投げてみるか。あー下に落ちちゃった。なんかあったなって感じだ。今までの連中と比べて食い意地が張ってないですよ、やっぱり。ちょっとね場所が変わってくれました。降りてくれるかもしれないな。一応やると食べるんですけど、向こうからこっちに興味を示すほどじゃないな。やっぱ高貴な鳥はそう簡単には思い通りにならないですね。ガチョウとかアヒルとかだったらもう思い通りだったんだけどな。綺麗だな。自己紹介できる猿ですね、看板の近くに。長いな。なんか一生懸命遊んでるの笑っちゃいけないんですけど、テナガザルって面白いですね。おお、なんかすごいんだけど、すごいっていうより面白いわ。もう一回やってくんないかな。おお、強すぎるな。面白かったですね。もうここが裏口の出口なんですけども、こっからねせっかくだから登って帰りましょう、大室山。できたらあと30分後のバスに乗って日没の時間には今井浜に戻りたいんですけども、まあ大丈夫でしょう。大室山は伊豆高原の海の親です。まあ海の親は伊豆急行なんですけど、これはこれ噴火してその溶岩がこの辺りに流れ出してですね、伊豆高原を形成したそうです。はい、すいません。山を下げておいてください。はい、わかりました。この大室山の名物はリフトで登ることで、これ以外にも歩いて登る方法はなんか昔はあったらしいんですけども、今は多分乗らないといけません。で、ね、700円で往復できますから、かなり安い部類に入ると思います。スキーばっかやってますから、こう下が足がフリーなのが新鮮な感じだ。はい、わかりました。はい、どうぞ。はい、いいですか。はい、大変素晴らしいところですよ。これ時期によって見応えがいろいろ変わるのがいいのですが、ちょうど今ススキの見頃なんですね。この間ずいぶん前に箱根の仙石原でススキの見頃を体験したんですが、あれは箱根だったからな。そしてここから見えるものといえばこれですよ。もう冬っぽい気候になってきましたんで、富士山もよくすっきりと見えます。実はね、さっきもシャボテン公園で見えてたんですが、より下の方まで見えるようになって、こっちの方が明らかにいいな。あっちが富士の方面じゃないですか。で、こっちがこの辺が箱根かな。降りてきたこの辺りが熱海です。奥のあそこ町は小田原と真鶴半島でピントが合いました。その奥細く白く並んでいる町がまあ湘南とか、湘南はまだ行かないかな。こっちが三浦半島ですからね。房総も朝は霞んでましたけど、今も一応は見えています。ここから伊豆シャボテン公園、前に来た時も見ましたけど、あの白いつぶつぶは鳥だったんですね。鳥が餌をねだってるのがここからでも見えますよ。タクシーの運転手さん曰く、確か4000年前にここで噴火したとか、この穴から噴火してきたわけですね。もう二度と噴火することはないだろうと言われておりますので安心です。4000年前だったらね、なんかもう一回噴火して大変なことになるんじゃないかという気がするんですけど、溶岩流が伊豆高原の町を作ったわけです。前に来た時は正直荒野となってね、もう野焼きが全部済んで何もない荒れ果てた4月に来ましたんで、いやこの時期に来るのはもう素晴らしいね。さて問題は帰りなんですけども、ちょっとね時間ギリギリなんですよ今。でこれリフトだから、ね、急ぐということはできません。下までの所要時間が6分でバスは7分後に出るそうです。あそこにバスの車庫があるわけですよ、ね、さあどうなるでしょう。
見てくださいよ、あれがほらほらほらこう動き出した。でもまあバス停に着いたらすぐ出るっつうわけじゃないですから、まあ、あのバスに乗り遅れてもとんでもない取り返しのつかないことになるとかそういうわけじゃないからいいんですけど、あの待ち行列の数はすごいな。さっきはタクシー乗り場に何にもいなかったんですけれど、この時間になるとね、今3時40分ですが、それなりに溜まっています。この伊豆高原駅前は全部伊豆急の土地なんで、タクシーは伊豆急の関係のやつしか入れないみたいですね。でね、監視カメラみたいなのがあって、もしお客さんがそこへ来ていればもうすぐにこうタクシーで駆けつけるようになってるから呼ぶ必要はないんだそうです。お客さんいっぱい乗ってますね。これは第1番編成だ。これシリアルナンバー1ってついてたでしょ。もうすぐ見られなくなっちゃう光景ですよ。ほんじゃあもうやることは大体やりました。簡単にお弁当を買って今井浜へ帰ります。列車の切り離しの作業をしてるみたいで、さっきここへ着いたら人逆ですよね。列車の今度は切り離しをするんだそうです。ここまでは6両できたんですけど、ここからは3両になります。ついついお昼ご飯が後になっちゃうもんでして、そしたらね、いいこともありますよ。駅のお弁当が全部半額になってました。もう夕方の時間になると捨てるぐらいならってことで安い値段で売ってくれるようですね。さあ多分ね、ちょっと珍しい電車っていうのかな、珍しい車両がいると思うんですけど、いると思うんだよな。さっきはいたんですよ。この伊豆高原ってのは結構いろんな列車がいるんですけど、白い車両が今からねすぐ横へ行き過ぎると思います。これだ。この間伊豆急で一番豪華な車両ロイヤルエクスプレスが北海道へ行ったんですが、その時に北海道へ持ち込む際に必要となる電源用の車両だったのでした。今は使わないんでただずっと置いてるだけだと思いますけど、ちなみに買ったお弁当はまたもや金目鯛の押し寿司です。それから伊東駅でも三島コロッケを売ってたんですが、これ本当美味しいですよ。150円だったかな。三島が伊豆かどうかって言ったら伊豆じゃないような気がするんですけど、まあ、この静岡県東部の名物であるのは間違いありません。一番いいのはどういう見方をしてもここだな。早朝から日没の頃まで一番素晴らしい景色を望めるところです。お正月になるとここに初日の出を見るための列車が毎年やってきてましたね。コロナで今年はやらないそうで、この後どうなるかは分かりません。明日は仕事がありますんで観光はこれで終わりですね。今井浜海岸の駅に戻ってきました。駅から近いのはいいですわ。ちょっと車通りだけは怖いですけど、まあ、距離は短いですから。さっきホテルの人にはここはもうこれは映した方がいい売りとかないですかってお聞きしたらね、実はこののれんっていうのは結構意味があるんだそうでして、中の様子がはっきりとは見えない。でそこから中に入って大きな窓からの海が見えるのが素晴らしいということなんですが、しかしね、昨日は遅くて見えませんでしたので、なるほどね、こういうことか。入るとおじいちゃん家みたいないい香りっていう、これいい香りっていうのかな、あのおじいちゃん家かどうかわかんないですけど、古風ないい香りがするんですよ。相変わらず素晴らしい部屋に帰ってきました。で、これですね、実はね、ずっと皆さんに紹介しようと思ってたんですが、この謎のライスバーガーがあるんですよ。これ、今井荘スタッフおすすめ、軽食にいかがでしょうか。冷凍ライスバーガー。わざわざ冷凍をここまで強調して、これなかなか面白いんですけど、これがね、なんか部屋のファイルに挟まってたんですよ。で、私も実際ね、これいただいてきたんですけども、で温めたらこれ自分でなんか凍ったこれをもらって、でそれで自分で温めてくださいっていうのを温めてきたんですけど、これね確かにめちゃめちゃ美味しいんですよ。でも誰が考えたんですかね、これを売るっていうの。なかなかこういう旅館で売ってそうなものではないじゃないですか。
この旅館の人が好きなのかな。さて夕飯のまた時間になりまして、今日の夕飯はね大島だそうです。なんか場所が違うんですね。いっぱい置いてあるわ。夕飯の出てくるものは昨日とね変えてくれました。だいたい旅館って2泊目は違うものを出してくれますよね。金目鯛のお刺身は今日も出てますが、ご飯は昨日は白いやつでしたけれど、2泊目はこれです。これ松茸ね。また今日のメインの固形燃料料理はすき焼きだそうです。これはまた後でね。食前酒はプルーンのお酒だと書いてありました。昨日と一緒で紅茶みたいな見た目しておいて、めちゃめちゃプルーンの味がしますよ。これもやっぱ美味しいですね。わさび。2泊目になると料理は変えてもらう必要がありますよね。同じのを食べるわけにはいかない。ご滞在お献立と書いてあります。昨日は焼き物がアワビだったんですけども、今日はこれです。金目鯛の味噌漬け。金目鯛を大量に食べ続けていますが、でもやっぱ宿で出してもらうのが一番美味しいですわ。でもやっぱりなんていう表現じゃちょっと足りないかな。圧倒的にここで食べるのが美味しいですよ。美味しいですよこれも。金目鯛ばっか食べてるのに、いろんな出し方で食わしてもらえるもんだから、いまだ全く飽きることがない。続いてはすき焼きです。野菜を先に入れちゃったんですけど、それはすき焼きのいいやり方なのかどうか僕は分かんないんですが、結構美味しいですよ。すでに野菜を先に食べました。美味しい美味しい。黒毛和牛です。よしと、じゃ あお風呂を、まあね、今一旦確認したんですけど誰もいませんので、深夜12時近いですから。この脱衣所のサービスもいいですよ。タオル取り放題。これもいい具合に間隔が空いていて、風呂場から滝の音が聞こえてくるっていうのがいいですよね。プールかなみたいな。まあ実はね、もうさっき一度入っているんですよ。ああジャバジャバだ。やっぱり本当にいい風呂。手がかなりスベスベになりますね。多分ペーハーが高いんじゃないかと思うんですけど、温泉分析書はこれか。8.3 ですね。まあ高い方だな。やっぱりこの温泉は特にそれを歌ってませんけど、まあいわゆる美人の湯と呼んでもいいんじゃないですか。石鹸と似たような作用がありますね。0時過ぎちゃったんで暗くなってるわ。皆さんはあの0時までに入ってくださいね。僕ちょっと動画の関係で遅めに来たんですが、アイスは買えます。ただアイスはあれだな、クーリッシュかモナカ系の他はこのアーモンドバー、チョコレートボール、この2種類だけですね。ほとんどモナカだな。本当はね、他にもモーモーミルクとかコーヒー牛乳とかいろいろ牛乳も売ってるんですけど、全部売り切れたらしいわ。整然と並んでる。暗くて見えないですね。はい、お部屋に帰りましょう。このエレベーターがね、さっき気づいたんですけど、国鉄の香りがするんですよ。殺虫剤とか消臭剤とかそういうのも同じ成分なんでしょうね。一泊合計の香りです。これ飲んで歯磨いて、あとはおとなしく寝ましょうね。今日はこんな素敵な行灯がありました。朝になると向こうから光が差してきて自然に目覚めるんですよね。夜のうちはこれを置いてゆっくり眠りましょう。じゃあ明日最終日、あとは東京へ帰ってそのまま仕事です。また明日。はい、おはようございます。今日はね、まあ朝焼けがなんかこっちで差し込んできてるな、ちょっと早く起きて見えたんですけども、まあいいやと思ってね、そのまま二度寝しまして、今8時半頃です。まあ、8時半から朝ごはんとお願いしてありますんで遅く起きました。今日はもう帰るだけですからね。ある意味気楽だ。帰ったら仕事なんですけど、その仕事だってそんなつまらない仕事じゃないわ。朝ごはんも基本は昨日と一緒ですけど、部分的に違って、今主要なやつはやっぱり一緒だな。
それで十分ですよ。昨日美味しかったものをまた食べられるならむしろ嬉しいわ。お魚はなんか一緒に見えるんですけれど、これはアジではなくアゴダイというやつだそうです。アゴダイっていいのかな。でドレッシングは昨日は伊豆の名産のみかんでしたけど、今日はねだしドレッシングって言ってましたよ。そう、珍しいの美味しそうですね。だしドレッシングも美味しかったですが、これがね2日目、これはカニ汁なんですよ。これもまたいいだしが出そう、美味しいわ。このイカは薄くわさびの味がついています。朝ごはんを食べきってたっぷり食べまして、もう10時で終わりなんですけども、まあ、あとまだ11分あるからザバッと風呂に入っていこう。ちょっと暑いですけどね、まあ、ちょっと暑いけど僕が暑がりなだけなんですが、ああ、でも入ればいいわ。こっからこの目線だと海は見えないんですけど、この景色は皆さんにお楽しみいただきましたね。それにこの透明感のある日の光が気持ちいいわ。波の音で目を閉じていても海を感じることができます。10数えたら上がります。10じゃ足りないかもしれないな。あ、そうだ、視聴者の皆さんにですね、まあ、お願いというか、まあ、連絡なんですけども、この温泉の成分あるじゃないですか。ここの今井荘さんで温泉の成分を使った温泉の素を売ってるらしい、入浴剤売ってるというか、なんかあるらしいんですけど、だからそれね、スーツチャンネルを見て、ここ泊まりに来ましたって言ったら、それがねおまけでもらえるらしいんですよ。らしいっていうか、私からの支配人さんにお願いしてそうしていただくことになったんですけども、まあ、これでねうちのチャンネルの動画を見てここへ来た人がどれぐらいいるかっていうのをちょっとカウントしたいなんていうこともありまして、皆さんにお願いしているところです。よし、これもまあ引かれるけど今日はいいや、あんま時間がないのでね。上がって時計見たら大丈夫です。あとまだね3分半ぐらいありました。まあ服着て出るのに2分ぐらいで済んでしまうでしょう。今日帰りはですね、特急踊り子で帰ろうと思ったんですけども、旧型車両の一般合計はもうこの時間には運転がないみたいで、やっぱどうせならそれで帰りたいんですけどね、ないからまあいろいろ考えてたんですけど、あとね35分ぐらいするとリゾート21っていう電車が来るんですよ。金目電車、伊豆急行の看板の一つ、その電車で帰ろうと思います。一旦今この服を着てはしましたけど、上行ったらすぐまた自分の服に戻ってね。よし、9時59分に済みました。まあ問題ないでしょう。無料のミネラルウォーターコーナーもあるらしい。これか、これ下のやつに触れるんだったらもう二言も使ったのと一緒ってことになっちゃうと思うんですよね。取れないな、しょうがない、もうこれこのまま使うか。じゃあチェックアウトです。朝ごはんの間に敷いてあった布団も全部上げていただきまして、部屋はほとんど最初あった状態に戻りました。帰り道にも楽しみが残ってるってのはいいことですね。これが伊豆急の人気電車リゾート21ですが、一番前のところは混んでました。一般席でもこんな海側を向いたベンチシートみたいなのが並んでて面白い列車です。一番前の席からの展望が売りの一つなんですけれども、ただ結構混んでましたんでね、一番前の席はちょっとやめとこう。前の方には行けないようになってるみたいです。コロナ対策の一環ですかね。まあ、そんでも十分ですよ、この眺めが楽しめるなら。この電車はリゾート21金目電車というやつでして、いろんなところに金目鯛の飾り、座席も金目鯛の柄です。まあ、金目鯛が食えるわけじゃないんですけどね。いや本当に素晴らしい電車ですよ。一応言ってきますけど、これ普通列車で特に料金とかかかりませんからね。今日は伊豆諸島はまあ見えないみたいだな。
もうじき品川ですね。私この後の仕事の用事はもう渋谷ですから品川で降りるわけですけど、今日の伊豆特急もやっぱ混んでましたね。平日なのにすごいですよ。もうさっき反対方面の特急踊り子がいたのを見たんですが、車内もお客さんでいっぱいでしたよ。指定席がいっぱいでしたから、だいたい自由席が混んでて指定席がガラガラとかになってるんですけど、指定まで全部ほぼびっちり埋まっててね、おじいちゃんおばあちゃんがいっぱいだったから、もしかしたら団体ツアーだったのかもしれないですけど、やっぱり伊東の皆さん、伊東というか、伊豆高原とかあの辺の皆さんもね、お客さんが増えるのはいいことなんだけど、コロナは大丈夫なのかな、すごく心配しながら仕事をされているようでした。まあ、私としては皆さんぜひ気をつけつつ楽しく旅行してお金を落として、でもやっぱり気をつけましょうねと、そういうことを今後も繰り返し皆さんにお伝えしていくことになるかと思います。じゃあ今回はここまでです。どうも動画ご視聴いただいてありがとうございました。伊豆旅行空いてるのがいいんだったら熱海まで新幹線で行かれたらどうですか。今なら熱海で乗り換えてもまだ乗り継ぎ割引が効きますからね。来年の3月以降は効かなくなるんですけど、 JR 東海おすすめのずらし旅ってのはありますが、いずれ行くとき東京からなら直通の踊り子号が便利でも、新幹線にずらすと早く着くし乗り継ぎ割引も効きますよ。ちょっと無理がありますかね。どうもありがとうございました。